これちなみに、はい、今日、うん、じゃあ早速なんか着手するんですか。今日はですね、とりあえず今これハンドルも今ついてない状態なんで、ハンドルつけようと思います。ハンドルがついてない、うん、本当だ、ハンドルついてないハンドルついてないよ。はあ、そう、まあ、こう今回ね、まあ、ハンドルつけないと動かしもできません。そうそう、とりあえずハンドルをつけて動かせるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いっちゃおういっちゃおうね、まあこの当時エアバッグがついてないので簡単にあのハンドル交換することができます。でこのハンドルボスというものですね、車種専用のハンドルを取り付けるための台座、これに今もうハンドルをつけた状態で用意してあります。これを挿してネジ締めて OK ですね。やっていきたいと思います。これ昔の車ってエアバッグついてなくてもいいですか。昔の車はエアバッグついてなくて大丈夫です。あのシートベルトがついてないのと同じ。そうそう、シートベルトついてない車はもうそのままね、で大丈夫です。基本的にこれここにこうやってポンチマークっていうのを打ってきたんですよね。これが一応センターと言われてるんですけども、これ自分でも変えられるんですか。これはね、ご自身あの知識のある方、ちょっとある方であれば、あの問題ないと思います。ね、あんまりね、そうっすね、バンって取られちゃうんだからねあとはね、エアバッグ、このウィンカーが戻る戻らないとかもありますので、このピンの位置に気をつけたりとかしてあの、お取り付けしますのでね、これもそのままこう、まっすぐ、おおよそこれでまっすぐかな。ネジを、このハンドルサイズ的にはちょっと小ぶりなんですか。ちょっと純正よりは、純正よりちょっと小ぶりですね、うん、でちょっと前にこうオフセットしてる感じですね。はい、とりあえずこれで締めましたので、まあ後でまたあのトルクレンチで締めておくんですけども、まあ、今はね、番組的にね、そうそうそう、スムーズにね、行くためにこれ、ホーンです、ホーンパッドですね。これが配線で、ちょっとそんなんでフーってなるの。そうなんですよ、よし、今バッテリー上がっちゃってるんでならないんですけど、まあ、なるほど、はい、まあこんな具合ですね。おしまい、これで完了でございます。どうですかこのハンドル好き嫌いあると思うんですけどね、こういうのやっぱりウッドのハンドルが好きっていう方もいらっしゃる、まあ、好みだからね。そう、車なんつーは好みだよ、自分の好きなようにしたらいいさ、別にこれが正解なんてないさ。まあそんな感じでね、これハンドル今簡単に取り付けもねできましたので、ただ純正を取るときにものすごい硬いので、それだけ気をつけてください。バーンってなって怪我しないように。まあじゃあ素人あんまやらずにね、うん、お願いするのが一番ね。そうですね、まあお近くの車屋さんとかにね、もちろんストックガレージも受けたまりますよぜひ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 ね。はい、これちなみに、はい、エンジンで綺麗にすることこれ。エンジンはやります。まあ中身のリフレッシュとか、あとはオイルの漏れを直したりとか、はあ、うん、今どうかな。やっぱ車ファンつったらやっぱこの中見たいですから。そうですね、これまず最初の段階見とかないと。そう、これまず見たいね。これ話聞いてないからちょっとプレッシャー与えてますよ僕。これはやっぱエンジンルーム？はい、そうっす。この当時のね、この V6 2000、おう、ね、V 型エンジンで 2000cc なのに V6 というこの贅沢なエンジン。これのいいとこは小排気量なのにちょっと V 型のエンジンなんで、こうどこ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 してくれるんですね。エンジン音がどこ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 、ちょっとどことなく異国を感じさせる。いいね、いい、いい、いい、このディティールといい、じゃあ車って感じを感じれるわけですね。うん、ね、日本車なんだけどやっぱりこうちょっと海外の雰囲気を感じられるんでないかなと。なるほどです、ね。
この辺もまた変わるというか、まあ、メンテナンスをしていくと。そうですね。でその中でこういうのもね、綺麗にして、バーって、バッタけども、やってみようって思っていただけるぜひね、そういったところも楽しみにしていただきたいし締めちゃってください締めちゃってください一人でじゃあ、これからね、このグルマと一緒にロングスパンでいろいろとやっていきたいと思いますのでぜひ皆さん飽きずに見てみてください。よろしくお願いします。じゃあ最後タイトルコールお願いします一人で一人でそこ一緒ということで今回ね、このグルマ、はい、今後シリーズ化していくということで、はい、お願いしますね、皆さん最後までお付き合いください。はい、じゃあそれではまた来週じゃないまた次回バイバイ